ニュースマグビです。暑い日が続きます。今日も浴衣でお届けします。飲酒暴行疑惑で謹慎中の巨人山口俊投手、週刊ポストで事件の詳細を山口投手の親友 A さんが語っています。事件の夜、自身の誕生会の会場で酔っ払い、不注意で右手をガラスで負傷した山口投手は急遽病院を訪れることに。 A さんによると、病院の警備員の態度にカチンときて言い争いになったそうだが、手や足は出してないと本人は断言している。病院のドアを壊した件については覚えていないと言っているとのことです。韓国に新たな反日モニュメントが作られようとしています。韓国南部のチェジュ島で地元市民団体が記者会見を開き、徴用工の像を設置すると発表しました。日韓問題に詳しい神戸大学大学院教授の木村寛氏は、慰安婦像問題が典型的ですが、韓国では像建設はビジネスモデルになっていますとコメントしています。一体建てるだけで日本政府が騒ぎ、それにより韓国政府もリアクションを取るため、その度に圧力団体は存在感を増していくとのことです。資生堂の洗顔料エリクシールルフレの新 CM 発表会に、 CM キャラクターを務める吉岡里帆さんが登場しました。ルフレは20代向けの新シリーズで、資生堂はご自身がこの新シリーズの対象世代であり、同世代からの共感も高く注目度が大変高まっていると吉岡さんの起用について説明。新 CM では泡にチューをするような仕草を見せており、発表会でも実際にそのポーズを見せ、愛おしそうに泡にスリスリする場面もありました。雑誌のニュースを動画でチェック。ニュースマグビ。